はい、どうもご視聴ありがとうございます。ケイトス号にまつわる記録ということでですね、こちらのゲーム、発狂した無人潜水艦ケイトス号、この無人潜水艦はなんか人を狂わす歌を出すようになってしまって、それによってまあいろんなところが被害を受けていると。でそれに対して死刑囚たちを乗せた別の潜水艦で調査に向かうというゲームとなっています。まあそんなね、人を狂わす歌を出す潜水艦に近づく密室の船に乗った男たちということで、どうなっちゃうんでしょうという感じですが、はい、ということでじゃあやっていきましょう。2000年、長い戦争で疲れ切った人々を救うためある兵器が作られた。高度な AI を搭載した自立型大型無人潜水艦ケイトス号は AI ついてんだ。クジラと呼ばれるそれは我が国にあっけない勝利と致命的な不自由をもたらした。敵の艦隊を撃墜後、クジラは制御を拒否、制御不能に陥り、人の精神を狂わせる電波を放ち続けた。なるほどね。海域が封鎖され、人類は衰退の道をたどり始めた頃、人々はある計画を立ち上げた。何、急にどうした、急に。東西南北って、いちご 100% みたいな名前がついてる。精神汚染度。起動できそうですか？いよいよぶっ壊れちまったんじゃねえのか？自殺するようなシステムの予備だろ？さあどうだろう？ダメだったら賛美歌でも歌う？あ、これは？コートを着た男。ん？大丈夫みたいだな。おはよう。早速初期設定を行おうか。はい。目が覚めると、私はケーブルに取り囲まれていた。目の前には男が一人、後ろにもう二人。通信を開始してくれ。本部と同期を行う。通信？同期？何のことかさっぱりわからない。という自分の困惑が悟られたらしい。記憶領域がいくつらかいかれてるかな。わかった。手短に説明しよう。よろしく頼むで。ここは潜水艦ハイドラ号。叩き起こして早々で申し訳ないが、この船は危機的状況にある。あれ？ケイトス号じゃないの？ハイドラ号なの？星のカービィ。脳が理解を拒んでる。船のメインシステムが故障してしまい、通信や制御が行えないのです。なんで男って分かったの、お前。これ似てすぐに。そこで予備のシステムであるあなたを起動したというわけでして。あ、俺システムなの？な、説明いらねえだろ。さっさと済ませるぞ。軍服の男ね。おい、お前がやるべきことは一つだ。俺が今から言う言葉を復唱しろ。何が何だか分からないというのが正直なところだ。俺は何なの？ぼーっと男の顔を見ていると肩をつかまれる。有無を言う権利は最初からないのだろう。そう察するには十分な力だった。始めるぞ。手間取らせるなよ。私は正常ではありません。お急に私は正常ではありません。船員に全権限を譲渡します。この変更は取り消し不可です。何このプレイじゃん。コマンドを受理しました。システムの同期を開始します。頭の中に声が響く。言われるままに宣言をすると男は手を離した。よし、もういい。あ、お前東か。当然勝る。要は済んだ。俺は部屋に戻る。あ、でお前西ね。私もクジラの観測データが死んでいないか確認してきます。構いませんか船長。あ、そうしてくれ。今回の連絡事項は以上だ。解散。お前北上ロンリ。先ほどのシステムの同期とやらが影響しているのだろうか。彼らの名前が頭の上に浮かんで見える。ああ、同期下から見えてるのね。正解と当然という名前が扉の向こうへ消えていくのをぼーっと眺めていると、もう一人に話しかけられた。さて、突然起こしてすまないね。同期の間君は好きに過ごしてくれて構わない。何か聞きたいことあるかい。もうまずあなたたちは誰。あと南どうした。南はあなたたちは誰なのかと尋ねると、北上は少し黙った後にこう答えた。まあいずれ調べればわかることだろう。僕を含めこの船にいる者は皆死刑囚だ。ほーん。ここでの任務は危険なもので、少しのミスで全滅する。そんなことに貴重な真人間を使ってはいられないだろう。まあそうだけど、なんかね、先ほどシステムと接続したから見えてるだろうが、僕は北上ロンリという。この船では船長、そして観測を担当している。もし気になることがあれば答えられる範囲で答えるよ。なんで死刑になったんすか。え、なんで死刑になっちゃったんすかって。かわいそうですね。あなたたち誰。あなたたちは誰なのかと尋ねると、北上は少し黙った後にこう答えた。まあいずれは調べればわかることだろう。僕は、ああ同じことか。じゃあここは何なん。ハイドラ号って言ってたけど、調査用潜水艦ハイドラ号だ。ケイトス号、通称クジラと呼ばれる巨大な潜水艦を監視するため深海を航行している。現在は航行96日目。順調にケイトス号に接近しているところだったが、メインシステムが故障してしまった。結構だね。そこで急遽予備機である君に協力を頼んだというわけだ。予備機？何か聞きたいことあるかい。じゃあ 何があったの。メインシステムは君と同様に人型の体を持つ AI だった。この船では囚人の監視および精神医療を担当していたのだが、あ、俺の前任は囚人の監視だから、お前らを監視してたの。
どうやら学習機能があだとなってしまったようだ。今朝自らの命を絶つように自我データを破損していたよ。自害したんだ AI が。ここにいる誰よりもまともな感性を持った人間らしい AI だった。惜しまれるばかりだった。お前はなんでそんなちょっと客観視してんの？じゃあ特にないです。そうかそうか、それではあとは自由行動だ。君に破損があると通信や動機に影響が出る可能性がある。くれぐれも安静にな。はい、じゃあどうしようか。ちょ、一回セーブしてみようか。どこ行こうかな。どこ行く読めねえじゃあ一番右上行ってみるか。あ、発射管室、当然がいるのね。で、居住区、正解がいるんだね。で、南ちゃんは北上船長に何か聞いてもいいかもしれない。南ね、うん、ハイドラゴンの乗員はもう一人いるらしい。まあ見た目で言ったらまずちょっと正解ちゃんのとこ行こうかな。マップを元に館内を探索する。居住区に足を踏み入れるとすでに先客が座っていた。正解ならずね。おや、また会いましたね。どうですか、船での暮らしには慣れそうですか？うん、まあ、ちょっと不安つかしんどいよな、普通に潜水艦の生活って。まあそれはそうですよね。聞くまでもないことでした。申し訳ない。あなたは非常時のシステムですから、なるべく最小限の構成である必要がありました。意図的に一般的な AI よりも思考力が低い状態です。バカにしやがってもこの野郎。 AI も人間も先がわからないことは苦痛につながる。あなたの今の状況はそうした不安を引き起こすのでしょうね。メインシステム、なおコルヒドラエ、なんか神話上の生き物なのかと言いますが、彼は精神医学の知識を持っていました。ああ、俺の前任者。カウンセリングなど私たちの心のケアも受け持っていたわけですね。彼ほどではありませんが、私もあなたの助けになりたいと思っています。いつでも不安をお聞かせくださいね。ああ、優しそう。正解はそう言うと通話端末を手に持ちながら立ち上がる。それでは私はこの辺りで失礼します。通信機能が稼働しているうちに子供に電話したくて。お母さん、あなたとお話できてよかったです。何かあったらすぐに言ってくださいね。ママ、精神汚染度、何が起こったのどういうこと今のメーターは。今は朝なのだろうか。北上に呼び出され、私も朝礼を聞くことになった。全員揃ったね。早速報告を始めよう。今日の連絡事項は2点だ。1つ目、予備システムの起動によって安定していた航空が続けられている。状況が大きく変わることはしばらくない。2つ目、システムの自死を防ぐためメインシステムが残したログの解析を進めている。確かなんで自死しちゃったんだっていうね。もしこれが不具合やバグであれば、同じ型を使って作られた予備システムにも同じ問題があるかもしれないからね。確かに。本日の連絡は以上だ。解散。何にもすることないね、ここ。どうしよう、次別の子行ってみる。別の子じゃあまあちょっと新しいね、名前ぐらいは知っておこうかね、礼儀として一応な。挨拶ぐらいはしとくよ。ナンバスグル、あ、こんにちは。どうかした？ナンバは私に気がつくと温和な態度で迎え入れてくれた。何の罪でここに収監されたんですか？かわいそうっすね。96日目でしょ。もう90何度でしたっけ。ここにいるからには彼も死刑になるほどの罪を犯したわけだが、直接聞いてみることにした。あ、うん、そうだな。安楽死ってお金がかかるでしょ。そういう人たちの手伝いというか、ネット越しでそんなようなことをしてたんだ。無償で本当に道がない人にやってたんだけど、ちょっと有名になりすぎちゃったみたいでね。お人よしなのかバカなのか、それともなんか裏があるのか。別にいいことしたとは思ってないんだ。頼まれた時やれる技術を持っていたからしただけ。自分の意思がないのか。まあそんな感じだよ。僕の話なんていいからさ、君のこと聞かせてくれない？好きなものとかさ。当然が悪化してる精神汚染度が。あいつ生きてたからな、最初俺に会った時。また日付を超えたようで全員が呼び出されている。よく見るとナンバだけは違う部屋から参加しているようだ。なんで全員揃ったね。なんでテレワークをしてるの、こんな潜水艦で。早速報告を始めよう。今日の連絡事項は次の2点だ。1つ目、冬季はクジラ、ケイトス号を観測できる範囲に突入した。お、ついに来たね。これより本格的な監視報告任務を始める。クジラによる精神汚染はより強いものとなるだろう。各自精錬システムを確認するように。お、中二病システム名。2つ目、メインシステムについてだが、基本的な必要データは回収することができた。あ、何原因は。今日中には予備システムにも同期されるだろう。知ってしまう俺は何かを。本日の連絡は以上、解散。じゃあロンリーのとこ行く。次は船員たちが部屋を出て行った頃合いで、ちょうど私の視界に通知が現れた。新たなデータが追加されたようだ。早速呼び寄せて読んでみたが、これは船員のプロフィールだろうか。断片的だったので軽く整理してみた。当然マサル、
年齢27歳、罪状は人質の殺害、死刑になるほどなのか。家族構成弟、以前は空軍エースパイロットとして活躍していたが、クジラの電波による後遺症により引退。何者なのクジラマジで。終戦直前、兵装研究所に立てこもる事件を起こす。あ、お前がやってる側か、人質取った側か。じゃあそれは死刑ですわ。要求は研究主任と話すことだった。話すこと正解ならず。お前研究主任っぽいけど、29歳。罪状は合意を得ない AI 化手術。死刑なのそれは。前任者とか関係ありそうだね。家族構成なし。なし。兵装研究所の副主任。あー、主任と話したいって言ってたところの副主任か。プロジェクトケイトスの初期メンバー。高度な感情を持つ AI を開発したが、人間を元にしたものであると判明した。この AI すごいですねって。ところで、ニーナとアレキサンダーどこ行った？ナンバスグル。年齢20歳、罪状大量殺人罪。あ、まあちょっと話は聞いたけどね。変装研究所の主任、家族構成兄。同時期に多発した電脳接続による殺人の 73% が自分によるものであると自白し、その罪が明るみになった。彼に関する情報には改ざんの痕跡が見られる。おー、なんか言ってたことと違うもんな。あれは安楽死というならそうかもしんないけど。年齢34歳、罪状は公共設備の破壊。死刑死刑。え、公共設備の破壊。あ、所長じゃ、所長だ。兵装研究所の元所長。家族構成、妻奥さんがいるんだね。都市に供給される水を管理する巨大貯水湖のダムを破壊し、共用設備、すごい共用設備、多くの人々を死に至らしめた。まあそれは確かにな。どうやら本人たちの説明とは違う点もあるようだ。慎重に接するべきかもしれない。そうか。じゃあ次はちょっと論理、切なくて行こう。廊下を歩いていると、北上が窓から外を見ている。船の外は暗く、反射した自分しか映らない。それでもじっと見つめている。まるでその先に誰かいるかのようだった。我々が監視する船ケイトス号について君にはまだ教えていなかったね。ケイトス号は世界大戦時に作られた無人潜水艦だ。高度な知性を持つ AI によって制御され、半永久的に航行を続ける。まあそれはわかるんだけど。ケイトスとはギリシャ語で怪獣。本来であればクジラやアザラシを指すが、神話においては怪物だ。最後には英雄に退治される。最初からケイトス号もこうして使い捨てるつもりだったんだろうな。いまいちどうやって戦争で勝ったかわかんないんだよね。そう語る北上の目はわずかに伏せられている。ケイトス号の制作には私も関わっていた。全体を制御する知性 AI の担当でね。あ、元の人間がいんのかな。じゃあこれ、こうなることが分かっていれば。いや、分かっていても止められなかったんだろうな。奥さん、ところでその奥さんどこ行った？すまない、つまらない話をしてしまったね。君はもう帰りなさい。奥さん怪しいな。当然なん、北上の精神汚染が全然進まない。なんでんの、なぜなぜ。いつも通りの連絡のはずだった。高校は順調に進んでいる。一つの問題を除いてはな。北上の落ち着いた小姉に動揺は見られない。しかしわずかに牽制の意味が込められていた。何やら端末を操作すると、各人の前に画面が立ち現れた。これに関しては直接見た方が早いだろう。メインシステムの変更履歴だ。注目すべきは5日前、メインシステムが自殺した当日。1週間に1度バックアップが保存されているのみの変更履歴。その中にある一つの汚点を彼は指さした。バックアップ呼び出し、現行データデリート、バックアップ呼び出し、現行データデリート、バックアップ呼び出し。なにこれ、リセマラしてる？なんかわかんないけど、リセマラしてるね。この期間に異常な数の巻き戻しと消去が繰り返されてる。あー、リセマラしてる。コマンドを命令したユーザーはこの時限りの匿名アカウントだ。だが、この船のメインシステムにアクセスできるのはこの場にいる人間しかいない。あー、この中に誰か犯人がいるって。誰が、なぜこんなことをしたのか。ん、どういうこと、何か問題なのこれ。やったらリセマラはいけないことなの。巻き戻しと消去、コマンド命令した限りは、まあ、バックアップが保存されて現行データデリートだ。なんかやっぱリセマラしてるよな。なんでこんなことしたの。僕はそれが知りたい。やっぱ最初ガチャ引けるから。北上の姿勢に対してそれぞれの反応があった。目をそらすもの、伏せるもの、真っ向から受け止めるもの。多分これ南だろう。大変恐縮だが、再犯を防ぐためこの場を借りてみんなと話がしたい。この船の任務の妨げになるものは残念ながら排除しなければならないだろう。どう話し合うんだ。占い師でも出てくるのか、人狼みたいな。メインシステムの接続履歴を洗うのはどうですか。システムとの通信は各員最大1時間半と限られています。あー、なるほどね。確かにそうなんだ。事件当日、船員がどれくらい通信を行ったか、それから割り出せるのではないでしょうか。場を冷たい疑心が満たす。肺にまで入り込んで口の中が乾くような錯覚を覚える。重力すら感じるほどの沈黙を打ち破ったのはナンバだった。話し合うよりも手っ取り早い方法があるよ。何？
クジラが放つ音波が人間の精神を汚染することは知ってるよね。確かに当然がもう死にそうになってる今。汚染が進んだ場合脳が変容していく。非合理的な考えでも正しく感じてしまう常識改変ってこと。それを防ぐためにこの船に積まれてるのが精錬システムなんだよ。精錬システムは常に全員の身体情報を記録し精神汚染を解析する。そして逆位相の波形をぶつけて汚染の進行を和らげる役割を持つ。はいはいはい。だから誰かが恐怖、興奮、混乱、怒り、強い感情を覚えればそこに記録が残る。もちろん今も記録してるよ。そういう嘘発見機的な使い方もできるってこと。精錬が一人一人紹介しながら反応を見るのが最善じゃないかな。難波の提案を断る理由はなかった。各位精神状態を示した波形がメインシステムの断末魔と重ね合わせられていく。はいはいはい。断末魔聞いてみんなちょっとどういう状況って。破滅の箱の包装が丁寧に解かれていくようだった。紹介は提案者である難波から一人ずつ進んでいった。引き高み正解に異常は見られなかった。最後の一人に全員の視線が向けられる。ああ、もうこれはそういうことですね。消去法で当然マサルの紹介結果に異常は見られませんでした。あれ、じゃあ俺現在の精錬システムも確認してるけどこれといって異常は見られないね。みんなこの状況であれば妥当な緊張状態にある。そういう意味だと北上の汚染度が進んでないのが逆に違和感だな。これで全員が潔白だと。さてどうしますか船長。そうだな、では今日はここまでとしよう。明日の朝また話し合いを設ける。それでは解散。胃の底に冷たい石を放り込まれたようだった。それぞれが席を立ち持ち場に戻ろうとしたその時、ナンバー、あー論理が、みんなの精神状態がどう変化したかを報告してくれ。ナンバがうなずくと船長の目の前にホログラムの画面が浮かび上がる。さっき見たんじゃないの。あ、正解。なぜ今安堵した。おお、え、僕は今明日も話し合いをすると言った。みんなストレス値が上昇している。対して君はストレス値が下がっている。先ほどのような尋問が繰り返されると聞けば普通疑われることを恐れ緊張状態になるはずだ。君が安心した理由として考えられるものが一つある。君が犯人だからだ。おお、そうなの。船長、それはいささかうがった見方ではありませんか。まあそうなんだけど、まあ確かにちょっと怪しいよね。ストレス値の変動なんて一番個体差の大きい部分でしょ。まず私の精神はあなたたちほど強くない、むしろ相当弱い方です。ああ、まあ確かみんなで疑い合うのがちょっと嫌だからっていうのはあるよね。あなたは私たちに対して高圧的な態度で問い詰めましたよね。それ自体が高いストレスを生んだから結果として安堵して見えたと。そういう考えには思い至らないのですか。こんなひょうひょうとしてなおさらおかしい。精神が弱いなら君はさらに緊張状態になるだろう。君は昔からそうだな、いざという時に弱く自らボロを出してしまう才能はあるんだ。それさえなければ僕のことなど簡単に超えられただろうに。ああ、どの口がこんなのはまともな議論ではない。うん、そうね、なんか感情釣りされた時の人狼ゲームみたい。一方的に相手を追い詰めて精神的に動揺したらそれが証拠だって。見下げ果てた頭だな、あなたたちは。愚かだ、本当に愚かしい。なぜ私がこんな奴らに埋もれなければならな。もうほぼ自白してる。ギーよ。正解を止めたのは当然だった。その場に崩れ落ちた彼を担ぎながら当然は北上に目を向ける。こいつを野放しにするわけにもいかね。俺が縛って見張ろうと思うがどうだ。ああ頼む。それでは改めて本日の連絡は以上だ、解散。な、何をしようとしてたの。じゃあバックアップを復元して、ちょ、お前の話聞きたいな。ちょっと行こうか。あ、なるほどね。この下には2人ともいるんだ。機械室と繊維食堂に。じゃあそうね、正解のとこ行くか。そのつもりはなかったんだが少しだけ2人の会話が聞こえてきた。そのつもりはあった。当然さん、頼みがあるのですが聞いてから判断する。期待はするな。最後に一度だけ私の子供に電話をしたいのです。あ、それはな、仮に地上に戻ったとしても私があの子たちの顔を見ることはできないでしょう。ですから今のうちにメッセージを残しておきたくて。怪しいけどな。5分だけだ、さっさと済ませろ。出ないね。あ、夜遅くにごめんね。あ、出た。思っていたよりも長く会えなくなるかもしれないから伝えておくよ。もしお金に困ったらパパの部屋の本棚を探してくれ。専門書の、これなんか俺に言ってない。分厚い本がたくさんあるところにいろいろな資料が入ってる。難しいと思うから困ったら職員さんに聞くんだよ。それから、ん、それから何を。どの国だ。いえ、え、お前嫁も子供もいないだろ。え、この子、あ、そっか、さっき家族構成にないっつってたの。そういえばこの子に及んで祖国に電話とはずぶとい野郎だな。そんなわけないでしょ。早く返してください。じゃあ答えろ。お前の愛しい子供の名前は、誕生日は、血液型は、好きなものは、学歴は、知能指数は。知能指数は知らないよ。子供の名前を呼ばないは父親いない。じゃああなたが確認すればいい。話してみてくださいよ。それで
とっくに切れてるよ。俺が切ったわけじゃない。え？嘘だ、そんな。見捨てるなんてしないって。室内からは正解のすすり泣く声が続くだけとなった。こっちの国を裏切ってなんかスパイ的なことしてたのか。ああ、当然が死にそうです。もうそろそろ。何北上、なんで無事なん、精神汚染度。今日はとても静かだった。その時までは。長い間張り詰めていた糸がプツンとちぎれるように、それは破滅を連れてきた。突如波が頭を満たす。その正体が歌声であると気がつくのに数秒を要するほどだった。精錬システムが悲鳴のように数値がつり上がる。この歌声は紛れもなくケイトス号の放つものだった。ハイドラ号は対ケイトス号に特化した設備を持っている。平時ならこんなことは起こりえない。何者かがクジラの歌を取り込み全員を狂わそうとしているとしか考えられなかった。けたたましい音楽が思考を揺らす。音が脳を犯していく。クジラの歌は知性体を狂わせるのだとナンバは言った。機械である私でこうなら彼らは。あー、どうなっちゃってるんだ。あー、これはどうなってるんだ。正解くん、こんにちは。館内にはけたたましい音楽が鳴り響いている。この状況で気になるのはやはり正解だ。混乱に乗じて何をするかわからない。正解が拘束されていた居住区へと向かった。こんにちは、こんにちは。ん？どうやら無事ではないようだ。正解が、あるいは他の誰かがボタンを操作して扉を開けるとギチギチとしぶしぶ開いた。扉を押し上げて部屋に押し入れば、ひしゃげた寝台やひびの入った柱が迎え入れてくれる。もうじき終わるのだから、かなりの半壊状態にあることがうかがわれた。もうじき終わるのだろう、かなりの半壊状態にあることがうかがえた。正解を探そうとしたその時、あ、足元から声がした。覗き込めばそこには知った顔がある。ただし随分と低い位置に。あ、あなたで構いません、私を助けなさい。なんで命令的な、命乞いをしろ。ヒューヒューとか細い息をこぼしながら彼は言った。死の恐怖に外面も何も失ったようで、その瞳は曖昧に揺れている。私が答えずにいると、正解は少ない息を吐き切るように続けた。何度私を裏切る気ですか。ただのでさえあなたは私の汚点なのに。ん、何度。人間を AI 化することができれば、あらゆる分野の障壁は取り除かれる。人類は思考速度の制限から解放され、飛躍的な進化を遂げる。他ならぬ私の手で。私の理論は完璧だった。発想から何から、すべてクジラに勝るはずだった。北上論理を超えた天才として認められるはずだった。もしかしてクジラを作ったのは北上論理で、俺を作ったのはお前なのか、正解なのか。なのにそれをお前がぶち壊した。くだらない感情なんかで。いい顔ですね。 AI になれなかった失敗作になぜそのような権利がある。今だってそうだ。血が流れて私の偉大なる頭脳が死んでいく。全部お前のせいだ。全部お前が。お前も AI になろうぜ。いいぞ。ケイトス号の調査のために送り出されたハイドラ号の記録はここで終わっている。ああ、俺が記録主なのか。船体の損傷により水圧に耐えきれず全滅したとみられる。任務失敗の報告を受け、政府は次なるプロジェクトを進めている。なるほど、なるほどな。なるほどでもないな、今のところは。死んだな。とりあえずね、エンディングが何種類かな、 4種類あると聞いておりますので、まあちょっと他の子たちがどうなったか見に行ってみるか。じゃあこの今一番やばい状態で、船長助けて、辛い。船内に響くアラートに意識を集中させ、足早に船長室へ向かう。死んだ獣を蹴るように、割れる勢いで叩いてやろうと思っていた船長室の扉はあっさりとその中身をさらけ出した。先ほどの衝撃のせいだろう。物があちこち散らばってる。割れたグラス、キャップの外れたペン、物理書類、小さな金の筒。それが薬莢であると理解したとき、遅れて匂いが鼻をつく。え？歌と死、それがこの部屋を満たしていたものの正体だった。北上はぐったりと壁にもたれかかるようにして力なくうなだれている。駆け寄って確かめてみる。元からそうだったかのようには熱がない。口に拳銃を加えて撃ったのだろう。口はだらしなく開かれ、目はうつろに宙を見つめていた。彼の望む死は安らかなものだったんだろうか、自殺なのか。拳銃を握った反対の手からくしゃりと握りつぶされた髪の束が覗く。死後硬直の始まりかけた指先を避けて取り出した。巻き込んでしまったことは申し訳なく思ってる。せめて理由は書き記しておく。メインシステムは自死を許可されていない。彼を殺したのは僕だ。あー、なるほどね。もともとメインシステム殺したのお前なんだ。弱っていた擬態の首を絞め、電脳が焼き切れるように設定を変更した。全てはこの時のために。
クジラに搭載された AI はただの人工知能ではない。あれは心を持っている。僕の妻の心だ。あー、なるほどな。戦時中、僕の妻は病で命を落とした。ケイトス号の AI を開発していた僕は、彼女をあのクジラの中で蘇らせたのだ。戦争決着の日と知られている6月21日は、僕たちにとっては結婚記念日だった。僕にとって、この後悔は悲劇ではない。愛しい妻と共に眠るための最後の旅だった。おやすみ、マリオ。おやすみマリア。内容からするに一緒だろ。だがそんなものは必要ではない。何か今の状況を打開できるはずもなく。なるほど、ここで終わりか。まあバッドエンドなんだろうな。ただかなり重要な情報は手に入ったね。じゃあ当然の初めましてに近い。当然であればこの緊急事態に対応できるだろうか。一縷の望みをかけて彼の反応がある発射管室へと向かった。この区域は未だ損傷が少なく電力も生きている。だが扉が開く気配もない。発射管室の扉は正常、中から閉じられているというだけなのだろう。幾度も呼びかけてみるが返事が返ってくる様子はない。致し方なくキビスを返そうとした時、待て、止まれ、お前が必要だ、そこにいろ。手立てがあるのかと問えば、男は平坦な声で答えた。当たり前だろ、俺はそのためにここにいる。銃を撃てない兵士に用などない。お前がやることは簡単だ。俺の言うことを復唱しろ。またどうであれ、この状況を打破できるなら協力するほかない。了承を告げる。よし、いい子だ。兵装の使用許可。あー、俺が言ったらそうなの。ケイトス号に攻撃を開始。ケイトス号の船体にダメージを確認。あ、言えない。そのような戦闘行為はどのセンサーでも検出されていない。私の返事が途切れたにもかかわらず、当然は命令を続けている。コマンドを口走る当然の声は震えていた。ケイトス号を撃破しました。兵装システムのログを呼び出す。調査結果が返ってきた。任務は達成されました。兵装は故障している。射撃は15分前に試みられたが、すでに全て失敗したとログが示していた。作戦の指示は当然隊員によるものです。もはや命令ではなく、そうあってほしかったとの妄言だった。もう精神壊れてんな。この扉の奥には、戦へ向かう足すら奪われ、恐怖を塗り替えるアドレナリンすら失った哀れな男がいるだけだった。当然は私が祈りに呆れたことに気づいたんだろう。道に迷った子供のような声だった。俺は天井だけが居場所だった。人の気持ちはわからない。誰かを救うなんてもってのほか。だが人を殺すことだけはできた。道に迷った子供、あの頃は楽しかった。引き金を引けば金が振り込まれた。勲章の輝きが俺を称えた。なのに戦争は終わってしまった。あのクジラが全て終わらせてしまった。あー、なるほどね。お前は自分が活躍する場を奪われたのか。俺がこの世界で全く有情な存在であることに世間が気づいてしまった。暴力だけだ。だからクジラを暴走させればまた戦争ができると思った。あ、みんなそれぞれなんか やかしてんだ。おかしい考えなのは分かってる。俺もそういう夢を見たのさ。じゃあ難波のとこ行くか。自分は機械だから耐えられているが、難波が心配だ。自然と足は機械室へと向かう。扉の前までやってきた。開かない。不安になって大声で呼べば慌てたような返事が返ってきた。うわ、そんなに慌てないでいいって。僕は無事だから大丈夫だ。気にしないで。なんかお前一番平気そうだな。でもまあ心配してくれたのは嬉しいよ。ありがとね。おばちゃんみたいな根の使い方。多分この船ってやばいでしょ。だからその一個提案があってさ。ここで起きたこと、このままだと地上に報告できないでしょ。だから君のデータを地上まで送ろうと思うんだよね。はいはいはい。君は AI だからそれで脱出もできる。どう？悪い話じゃないでしょ。確かにな。自分が軽減な表情をしたのが扉越しに分かったんだろうか。彼は続けてこう言った。実はこの船には一つだけ脱出ポットが備えてあるんだ。僕はそれで出るから大丈夫。うん、それならと答えた。うん、いい子だ。じゃあ今から転送開始するよ。そう答えてしまった。自分の意識を調べるようにプログラムが走っているのが分かる。君はさ、まだ地上のこと何も知らないんでしょ。超楽しいから期待してていいよ、マジで。自我が一つ一つ分解されていくようで、徐々に思考がほどけていく。それは僕らみたいなろくでもない連中もいるけどさ。でもそればっかりじゃないんだ。君みたいに素敵な人だったら、きっと周りにもそういう人がやってくるよ。きっと楽しい友達とか、もっと優しい恋人とかできると思う。こんな場所のことなんか忘れて笑って暮らせるからさ。制御を失った自分の体がその場に膝をつく。小分けにされた精神が電波にばらまかれていく。そろそろ終わりそうだね。僕もいい夢見れたよ。それじゃまた今度ね。そこで意識は途絶えた。結構頑張れたよな。バレてはいないはず。何してたの？名演技だな。あはは。大丈夫かな、あの子。お前、いいやつだった。
ただただいいやつだったお前脱出ポッドなんてないんだよのやつじゃん。ここから地上まで電波保つかな。はは、怖いな、死ぬのか。また言えなかったな。好きなの俺のこと。お前めっちゃいいやつじゃん純粋にいいやつだったお前。悪強いやつ3つ食ってからすげえシンプルないいやつだったからびっくりしたさっきまでの3人の悪の強さが苦い、この料理苦いって言って食った。最後すげえシンプルうまいっていう感じ。唐揚げハテナがある。あ、ハイドラ号はケイトス号の調査任務の途中、船員同士の仲間割れによって全滅した。唯一回収できたデータが一つある。それがメインシステムにより送信された暗号だ。解読したところ、ハイドラ号のメインシステムが独断でケイトス号と通信した際の記録のようだった。はいはいはい、イカがそれを書き起こしたものになる。雪国は遥か遠く、降り積もる煙の中、あなたの声は錆びていく。ケイトス号側が、え、どうもお嬢さん、それは何という歌ですか。また来たの、無駄だって、あっちに行ってよ。幻覚はもう飽きた、期待させないで。こういう会話をしてたのこの船同士が。いえ、幻覚ではありませんよ。僕はハイドラ号メインシステムコルヒドライです。あなたを助けに来ました。あ、え、あ、本物なの。もちろん、嘘をつく意味がないでしょ。ハルコさん、あなたはもう自由です。都合が良すぎる。北上の奥さんのハルコさんね。そんなセリフ幻覚でもないと言わないよ。ではあなたが知らない情報をお教えしましょうか。今地上に人類はいません。え、正確には人類と呼べる形ではなくなりました。世界的な伝染病あるいは生物兵器によって皆理性を失いました。あ、僕はあなたの祖国によって作られましたが、その本部も今や廃墟だ。今まともな人類といえば僕の中にいる人間たちで最後でしょうね。彼らにも隠し通していたがもう限界ですよ。あ、彼らも知らないんだ、死刑囚たちも。じゃあもう無理じゃん、男しかいないもん。男同士じゃ子供はできない。え、それな、それじゃあ。分かった、あなたのデータと船員名簿を送って。可能ですが、なぜ。私は孤独であなたたちは行きたい。なら地上が何とかなるまで私が守ってあげる。ちょうど余ってる記憶領域があるの、そこをあなたたちの仮想世界にするってのはどうかな。そんな可能なんですか、そんなこと。うん、暇だしね。生物兵器とかいうのもいずれ滅ぶでしょ。地上がまともになったらあなたたちの自我を地上に送るよ。でも船員の自我はどうなるんですか。彼らは生身ですよ。今勝手に見たけど死刑囚なんでしょ。だったら実験体として全ての情報をデータ化されてるはずよね。はいはい、そうなの。ありますけど。いや、国の研究データですよ。セキュリティを突破するなんて。戦争を終わらせたんだからこれくらいでしょ。できないことを言っているつもりはないのよ。大丈夫、仮想世界だということも過去のことも認識できないようにちゃんと管理しておくから、少しでもいい夢が見られるように見守っていってあげるね。それじゃあおやすみなさい、優しい人。ええ、おやすみなさい。これで、ん？どういうことだ？あ、アーカイブでそれぞれの話を見れると確認ができるって感じかな。じゃあちょっとそれぞれの話聞いてみるか。じゃあまず初日からずっと北上の話聞いてみよう。船内を探索するうちに船長室にたどり着いた。恐る恐る扉を開けば北上はケーキに向き合ったまま展示をする。ああ、君か、どうした、何かあったか。北上はちらりと視線をこちらによこし私に向き直った。情報が少なくて不安だと言ってみる。なるほど、無理もないことだ。君はろくな説明も受けられずに途中から我々に加わったんだからね。それに全員が死刑囚と聞けば不安になるのも当然だろ。船員それぞれについて試験ではあるが軽く伝えておこう。ああ、助かる、最初に聞けばよかった。当然マサル隊員ね、高圧的な態度は軍上がりゆえだろうと。ただ、お前の仕事は全部ケイトス号に取られちゃったと。かつての戦争では指揮官として活躍し英雄と名高い人物だ。国で内乱を起こすまではな。この船では戦闘を担当してる。彼には悪いが出番がないことを祈ってるよ。そして白衣の男が正解ならず石だ。優秀で話も通じる、態度も重いで扱いやすい。やや卑屈すぎる気はするが、この船では医療を担当している。機械の知識にも精通しているようだから君が頼りにしても問題ないだろう。最後に先ほどは出なかった船員がもう一人いる。ナンバスグル、技師だ。態度は軽薄だが基本的には良識がある。この船の機械全般は彼に一任している。国に選ばれただけあって優秀だよ。困る点があるとすれば当然隊員と同じ番出たがらないことくらいか。ああ、そうなんだ。
死刑囚とはいえそこまで警戒することはない。このプロジェクトは政府が選出した一定ラインの協調性を持った囚人で構成されてる。少なくともここまでの95日間はトラブルが起きたことはないな。あ、メインシステムを含めるならそうは言えないね。北上は一通りの説明を終え、私が記憶したことを理解すると一つ頷いた。あなた自身についてはと尋ねようとしたところで彼は腕時計を見る。すまない、観測の時間だ。また会おう。おそらく自分のことは聞かれたくないのだろうな。誰行ってもあんまり変わんないのかな、汚染度とかは。じゃあ2日目北上、ほとんど船長室にいるらしい。観測のためのデータを眺めながらディスプレイを操作している。仕事が一段落であろう頃を見極めて話しかけてみた。あ、君か。何の用だと。じゃあ何の罪でここにいんの。彼は比較的まともそうに感じる。だからこそなぜこの船に乗っているのか気になる。罪状について尋ねてみることにした。まあ気になるだろうね。僕の場合はまあ公共設備の破壊だな。これは本当のこと言ってんだ。浄水の管理システムが古かったんだ。危険な状態だと指摘したんだが上がどうしても変更許可をくれなくてね。だからシステムをハッキングして実演したんだ。ここに詰められることになったわけだが、昔話はこの辺でいいだろ。僕はこれで失礼するよ。自動運転の航路を決めなければならないのでね。ではまた会おう。じゃあ3日目。3日目は前来たかな、これ。あ、ケイトス号の話か。これ来た、聞いたな。で、船長室から誰かの鼻歌が聞こえてくる。珍しいことに扉が開いていた。好奇心に負けて少しだけ中を覗いてみる。声の主は北上だった。観測用の計器を調整しながら歌っている姿が見える。こんな状況でも歌が歌えるというところが彼がこの船の船長として選出された一因なのかもしれない。しばらく聞き入ってみると当の本人がこちらに振り向いた。盗み聞きとは趣味が悪いね。まあそれだけうるさくしてしまったということだろうが。で、どうしたんだ？何かあったんだ、何か用があったんだろう。なぜ今歌う？歌がうまい。どっちがいいかな？まあ歌、なぜ今歌を？わかりやすく言うなら落ち着くためだろうな。おまじないみたいなものだ。妻が歌が好きだったからだろう。何か大きな勝負があるときこれを歌うようになった。なんだ？僕が歌ってたら変かい？不愛想だという自覚はあるよ。さて、これから僕を見ていても何も面白いことは起きないぞ。君もおとなしく寝なさい。これからいつ眠れるかわからないからな。まあだからこの奥さんに会いに行けるからっていう意味で吹いてたんだろうな、歌を。奥さんが好きだった歌を。結局この精神汚染度は特に関係ないかな。さあ、なんか変わるかな。多分でもちょっとシステム見る限りとエンディング4種類っていうことから分岐はなさそうな気がするけどな、ここでの。一応じゃあ北上、一緒だね。じゃあ次全部当然とか言ってみるか。発射管室と書かれた部屋を見つけた。扉を開けてみようとボタンに手を。入るな、お前には用のない場所だ。鋭い声が降ってきた。振り返るとそこには先ほど話した男が立っていた。武器の知識もないのに近づくな。社会見学のつもりか。お前の獅子が飛ぶ程度ならまだしも俺まで死ぬのはごめんだ。申し訳ないと謝ると当然は少し驚いたようだった。いや悪い、お前に死なれたら困るとそう言いたかっただけだ。この船で使われている予備はお前だけではない。95日目、航海の終盤というところに来て交渉やトラブルが頻発している。俺たちにはもう後がない。全員精神的に余裕のない日が続いている。そうといえば許されるわけではないが、すまなかった。俺は帰る。入ってもいいが物には触れるなよ。どうやらかなり追い詰められているようだ。どう言葉をかけるべきか考えあぐねて言葉を探す。何か用があって来たのではないかと聞いてみた。いい、さっさと寝ろ。耐えられてしまった。じゃあ2日目の当然。お前か、幸運だったな。俺は今機嫌がいい。何でも答えてやる。じゃあ何の罪で。ん、あれのことか。何、ただの兄弟喧嘩だよ。兄弟、弟がいたんだ。縁を切られ名を捨てられちまってな。もう他人だと本人は言うがね。あの時俺は負傷したばかりでな、後継者を探さなければ俺の存在意義がどこにもなるような気がしていた。弟は優秀だった。情報工学を極めようとしていたが、それ以上に殺しの才能があった。だから弟と話そうとしたんだが、もう抵抗されてね。仕方なく隣にいた女を人質にしたんだ。仕方ない。所長と話、所長と話させろって、所長と話させろって言ってたのって、お兄ちゃん、お前、北上のお兄ちゃん、そういうこと。でも違うな、隣にいた女を人質にしたんだ。でもその人質は殺してるもんな。そうしたら打って変わっておとなしくなるんじゃないか。そこで俺は悟ったんだ。こいつは愛情を得てしまったと。家族が一番期待していた弟が使い物にならなくなった。残念だったよ。
一応武器を持たせて女を殺させようとしたがダメだった。仕方なく俺が処理してやったんだが、それが引っかかってここに来たというわけだ。さて今日の昔話はこんなところだ。帰れ、寝ろ。あれ、ちょっと待って、奥さんが死んだ理由って何か言ってたっけ？病気とか言ってたっけ？言ってないとしたら当然が殺したってこと？よう一緒に行けるね。気まずすぎるやろこのメンツ。じゃあ3回目の当然、お前か。おつき回るのは自由だが、くれぐれも機材を触るなよ。そう言われると気になってくる。触れないようにしつつ各員の寝台を観察してみた。子供のものらしき字で書かれた手紙、何度も読んで擦り切れた小説など、各々の私物が置いてある。その中でも目についたのが壊れた銀の腕時計だった。後悔の結果そうなったんだろうか。それは俺のだ、弟が最後に残した。弟は随分昔に家出をしてな、記念に何か置いていけと言ったら時計をただ突きつけていった。あれ、別人関係ないのかな。そのそれまでおとなしかったんだが、あれは驚いたな。家出の直前まで俺がくれてやった時計を外さなかったあたり、憎しみ切れていないんだろうよ。そう言いながらも当然はクツクツと笑う。家族というのは彼にとってひときわ特別なのかもしれない。あ、じゃあやっぱり別人なのかな、北上とは。じゃあ当然が捕まっ違う、正解が捕まった直後だね。隣室で誰かが会話しているようだ。わずかに漏れ聞こえてくる内容に耳を澄ませた。何が目的だったんだ、お前にとって何の意味があった。強いて言うなら復讐でしょうか。戦争で私は妻を亡くしました。彼女はただ死ぬだけで済まなかった。お前もか。残された子供も豊かな暮らしをできているとは言えません。あの子を支えるためならと、金を稼ぐために何でもしました。逃亡のため電脳化を施したり、闇医者まがいのことにも手を出しました。その結果ここに来てしまった。こんな国のために尽くしているのが馬鹿らしくなったのです。私は壊れた歯車になろうと誓いました。メインシステムは優秀でしたね。貧困法制、謙虚で優しい、頭脳明晰で人柄模範的だった。彼が壊れさえすればこの船は致命傷を負うだろうと思ったから、彼を殺しました。なるほど、この船を殺したいっていう目的でやってんだ。 AI には本当の意味での感情はまだありません。しかしながら学習機能がありますよね。入力を受け付けてその内容を判断することで最適な手段を選んでいく。効率よく無駄のない方法を選び取るようになる。メインシステムが自分が生きていることは無駄なことだと認識できれば、彼は自ら機能を停止するだろうと思いました。ですからしました。何度も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 、人生で初めてでした、私の思惑がうまくいったのは。ああ、だから AI を何度も何度も、リセマラすることで、自分が生きていることは無駄なことだと学習することを思い描いてたわけってこと？で、その結果自殺したと思い込んでるからやったぜって思ってんだ。ああ、そうかい。お前を正す権利は俺にはない。お前に言うことももうない。間違っていることを理解はできるんです。でもその時は確かにそれだけが正しかった。うん。正解ルート行こうか。正解ルートというか、正解の話を聞こう。1回目の正解は聞いたよな。で、2日目、誰かと電話しているようだ。うん、そっか。それじゃあ父さんの方でも聞いてみるよ。そうだね、深海だけあって魚はなかなか見かけないな。一応見つかったら写真を撮っておくよ。うん、楽しみにしておいてね。それじゃあおやすみ。先生の言うことをよく聞いて過ごすんだよ。おや、聞かれてしまいましたか。すみません。子供が起きていて、私が通信を許可されている時間がこのタイミングしかないものでして、すみません。忘れないうちで日記を書きたいので、この辺りで失礼しますね。もう淡白な会話だ。で、次がそっちではもう夜かな。こっちももう順調だよ。帰れるのはまだ先かもしれないけど、父さんの方はもう少し時間がかかりそうだよ。先生の言うことは、これは聞いたな。そうか、だから正解との会話は全然ないんだ、言っても。うん、そうだよね。正解はじゃあこれで終わりか。じゃあ最後にナンバー聞いてみようか。次ナンバーのとこ行ってみるか。館内を探索してみることにしたと。はい。向こうもこちらを見つけたようで笑顔のまま近づいてきた。両手を広げてハグをしようとしたようだが、初対面だと思い直したんだろう。行き場をなくした両手で私の手を取って握手してきた。はじめまして、僕ナンバースグル。君はなんていう名前？言われてみれば私はなんという名前なんだろう。サブシステムとしか呼ばれていないから答えようがない。そうなんだよな、俺何なんだろう。私が困惑してるとナンバーは少し寂しそうな顔をした。その調子だとあの3人は君に名前をつけなかったんだね。じゃあ僕が。いや、なんでもない、君は君だ。それじゃあこれからよろしくね。ナンバーそう言って、お前の話を聞けば俺の正体がわかるかもしんないな。初めて彼が私の顔を見た時、悲しげな顔をしたように見えたのは気のせいだろうか。で、2日目。あ、こんにちは、どうかした。ナンバーは私に気がつくと大和の態度で迎え入れてくれた。じゃあ、あ、お前これは聞いたか。じゃあ3日目。
誰かと話してるという状態です。いかがなされますか？結構高くなってきてるな。スキャンの頻度を上げるよりは防御波を強めた方が良さそう。お願いできる？承知しました。ではそのように、これ精錬かな、うん、お願いします。で、そのもしよければ汚染の防御サブシステムに集中してあげられないかな？なぜですか？あのシステムが精神汚染を受けても機能は停止しないということはご存知でしょう。そこは深く聞かないで、最後のわがままにと思ったんだけどダメかな？止めはいたしません。決定権はマスターにありますから、そのように変更しておきます。ありがとう。じゃあこれで。では。な、君か。ごめん、気づかなかったよ。先ほどまで女性の声が確かにしていたはずだが、その姿はどこにも見えない。何をしていたのかと尋ねてみると、ナンバーはこう答えた。ああそうか、説明していなかったね。今のは精錬システムだ。僕の作ったやっぱ精錬か。精神汚染度は測定するやつ。君も朝とか動機のタイミングで見えてるんじゃないかな。あの繊維ごとに出る数字、あれがそうだよ。これはクジラやストレスによってその人の脳がどれくらい変質したかというのを表していてね。まあ高いとまずいんだよね。それが最近上がってきてるから対策をしてたんだ。船長だけ上がんないのすげえ不穏だよな。誰かに教えるという経験を何度もしているんだろう。技師だから詳しいのだろうと思っていたが、分かりやすい説明までついてきた。感心しながら聞いてると、ナンバーは少し地面を見つめた後、私に目を合わせた。で、その君に言っておきたいことがあってさ。船長に気をつけて。そうだね。メインシステムには AI の正気を保つための回路が搭載されてる。だから自殺なんてしたくてもできないはずなの。メインシステムの死に最初に気づいたのは船長だ。彼は何か隠していると思う。それこそ犯人かもしれない。第一発見者が一番怪しいってやつか。だから船長にはあまり近づかないでほしい。出会ってまだ短いけど、僕は君に死んでほしくない。さて、こんな話しても仕方ない。この本あげるから読んで感想聞かせてよ。多分君なら好きだと思うんだ、きっとね。なんか知ってるな。まあでも私が誰なのかは結局デイ4までわかんないのか。じゃあデイ4ナンバーと話してみようか。ナンバーは私を見つけると決意していたように話を切り出してきた。今朝はごめん、怖い思いをさせちゃったね。もっと穏便に済ませられたらよかったんだけど、申し訳ない、僕の力不足だ。本当なら君はこんな危ないところに来るはずじゃなかったんだ。僕が君を守れていれば地上で楽しく暮らせていたはずだった。ごめんなさい。だからそのせめてお守りにこれを持っていてほしいんだ。ナンバーがそう言いながら私の手に何かを握らせる。確認しようとした手を押さえつけるようにして、ナンバーは私の目を見る。今の君は AI だから、いざとなれば地上にデータを送信して逃げられるかもしれない。これはその時君の自我データがバラバラにならないようにするお守りなんだ。何それ。君に馴染むようなるべく長くつけておいて。それじゃあまたね。何これ。ナンバーはそう言うと機械室へ帰っていってしまった。渡されたものは常時起動するプログラムのようだ。私にはホログラムに見える。それは指輪のような形をしている。どうしようか。え、あ、なんかありそう。指輪つけとこうか。確かにこの船には不穏な気配が漂っている。何が起きてもおかしくないだろう。ナンバーの言う通り備えがあった方がいい。指輪を人差し指に通した。もうなんか変わりそう。ここに来てなんか変わりそうなことが起こった。もう何もないと思ってたのに。なんか変わるかな。じゃあちょっとナンバーのとこ行ってこようか。ナンバーはあなたの提案があるという。これでどうだろう。そんな慌てないでいいって、無事だからと。一個提案、うん、地上に送るよね。じゃあ転送開始するよと。はい。自分の意識を調べるようにプログラムが走ってるのが分かる。君はさ、うん、地上のこと分かんないよねって。指輪があることによってなんか変わるかな。僕もいい夢見れたよ。それじゃあまた今度ね。どう？いや違うな。指輪つけてくれたな。よかった。あれがあればあの子だけでも助かるはず。はは、怖いな、死ぬのか。この一セリフ変わるだけかな。ハイドル号の調査はここまで。そっか。はい。ということで、ケイトス号にまつわる記録でございました。一応これでアーカイブ全部だよね。うん。なんか指輪もらってなんかできそうでできなかったのが気になるところではあるけど。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。